ランピョーネ島は地中海のシチリア海峡にあるイタリア領の島。ペラージェ諸島を構成する島の一つである。面積は0.12平方キロメートル。最高地点は36メートル。無人島であり、全域が自然保護区となっている。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。島の名はこの島にある灯台に由来している。 ランペドゥーザ島及びリノーザ島と共に、ペラージ諸島を構成する。行政上は、シチリア州、アグリジェント県のランペドゥーザへリノーザというコ胸ーに属する。ランペドゥーザ島西端から西北西へ、約 18km、リノーザ島から西南へ、約 60km、チュニジアのボンミサキ半島から東へ、約 120km、シチリア島のアグリジェントから南西へ、 1> 約1 2 0キロメートルパンテレリーア島から南南東へ、約1 3 5キロメートル隔たっている。伝説によると、ランピョーネ島は、サイクロプスの手からこぼれた岩からできたとされている。住民はおらず、人の痕跡はこの島の名前のもとにもなった何年も、前に停止した灯台のみとなっている。この小島は、ペラージ諸島保護海域の中にあり、完全自然保護区域となっている。 植物症と動物症が全域で保護されているため、島内では学術研究以外の活動は認められていない。多くの渡り鳥が定期的にここに訪れる。さらに、陸生甲殻類の固有種アーマディリディアムハートム、パラジカムが生息する。海域にはサメ、特にメジロザメ、他にもハタやイセエビや黄色や薄赤色のサンゴの一種などが集まっている。 ありがとうございます。